いきますね。今回はね、昨日登場したループガチャ、サイキック高校デビューガチャ、引く引か動画っていうのを話していこうかなと思っております。ということでね、無課金、未課金向けのこちら動画になっておりますので、課金者の人はまあバンバン引いちゃっていいんですけど、まあ、ガチャをあまり引くことのできない、まあ、無課金、あと安い石で済ましているような未課金の人はまあ引くべきかどうかっていうのを話していこうかなと思っております。ということでね、今回はこのガチャ引くべきかどうかどちらなんだいって感じなんですけど、引くべきだと思います。ということで喋っていこうかなと思います。そもそもね、ガチャ形式がかなり緩くなっておりますっていうのがまず一つ目の注目ポイントですね。こちら30連目で必ずね、高校固有キャラが1体手に入り、で40連目にしたらもう好きなキャラが1体絶対手に入ると。でまあ7回目に引いたらまあ PSR 選択ガチャ券まで手に入るよってガチャになっておりますが、今回ね、何がいいかっていうと、40連目まででまあ極論いいって倍も生まれてくるんですよね。今までだったら、まあ、60連目ぐらいで初めてガチャ券が手に入りますよって感じだったんですけど、今回ね、40連目でガチャ券が手に入るので、こいつだけはってキャラを40連目で絶対に確保することができるんですよね。まあ、石換算では170個ありゃ、まあ、好きなキャラが手に入るっていう感じなんで、まあ、3月3日までなんですけど、このガチャ。結構ね、そう。石とか、そう、安石とかかき集めて、あとイベントとかかな。で、石かき集めて買うっていうのは、回すっていうのはありなのかなと思っております。で、まあ今回は、まあ引く、まあ引きが、うん、引きなのはわかるんだと。うん。で、まあ、例えば40両目まで引きましたと。で、何さえ持っときゃいいんだって話なんですよね。まあ世間で言われていることは、まあ、この中で、この、泉谷ちゃんと、で、まあ、ここねちゃんを持っとけみたいな、あれ、これ伝えって言うんだ。うん。伝え、ここねを持っとけって話なんですよね。うん。なんですけど、まあ、どっちなんだいと。うん。どっちを持っときゃいいんだって言われると思うんですけど、個人的にはですよ。個人的にはここねなのかなと。どちらかが、うん、どちらも手に入ってない場合は。例えばね、30連目で、自分の場合、30連目で誰出たかというと、この方なんですけど、物重くんなんですけど、庶民物重くんあんま、まあ、必須ってわけじゃないんですけど、うん。ってなったら、まあ40連目まで引きませんってなったら、どっちか選べって言われたら、こっちなんですよね。まあ彼女ってのもありますし、彼女ってね、なんつうか、レベル上限解放で、まあ強くはなるんですけど、その練習性能が上がりますとかじゃないんでね、うん。使いやすさが変わるってレベルなんで、うん、逆に泉谷ちゃんはそのレベル解放したら性能が変わってしまうので、そう、そもそもの練習効果とかもっと増えてしまうんで、まあ、スペシャルタックボーナスですね、具体的に言えば。そこら辺が増えてしまうので、なるべく高レベルで持っておきたいと。なので、まあ、PR がいっぱい泉谷ちゃんいますよと。で、博士像とかいっぱいあるんで解放すぐできますよって人はこっちの方がいいと思うんですけど、まあそういうのがない、うん。全く解放素材とかも全然揃ってませんって人なら、ここねを引くのがまあいいのかなと。で、PSR ガチャ券まで引けるのであれば、まあ普通に泉谷とかもありなのかなと思うんですけど、それまでに確定枠っていうの何回かありますんで、そこでまあ SR が取れるかどうかの話になってくるんでね、うん。ってなってきます。で、キャラ個別の、まあ、解説としては、まあ、昨日の動画でやった通り、今日の朝か、今日の朝出した動画でやる、話した通りではあるんですけど、まあ、時藤くんの何が強いかっていうと、こういうキャラであることなんで、特に二刀流とかスタミナとか、そういう強さはあまり感じられなかったですね、って感じになってきますね。で、次、泉谷ちゃんは、まあ、必須ですね、まあ、急速変化固めが今めちゃくちゃ強いって言われてる中で、変化の得意練習を持っていてくれる。それだけで強いっすね。で、物重くんの何がね、じゃあこいつも変化練習じゃないかって言われるんですけど、基礎ボーナスがレベル50で入るっていうね、もうとんでもねえテーブルしてるんで、うん、しかも基礎ボーナスプラス12か。ちょっとね、使いづらさはあるのかなと。あと、金徳ですね。ドクター K はちょっと、どうにかしてくれ。で、ここね、なんか、強いね。うん。彼女キャラって、まあ、ラミーとか、他にも相棒キャラでいう、コノハとか使われてるんですけど、このね、ここねに関してはね、任意で体力回復が体力消費を選べるんですよね。まあ、昨日の今日の朝の動画で、
木の葉相棒イベント体力ごっそり持ってかれるぜみたいな言ったんですけど、こいつね、そう、この子のココネのデートはね、もともとが体力消費なんで、あの超能力期間中アンチグラビティ中にすると体力回復に変わるんですよね。そういう点で結構強いんで、あと体力回復じゃない、あのイベント経験点がもともと高いので、そう、あの超能力期間中にするとめちゃくちゃもらえるようになるよって感じで、噛み合わせがかなりいい感じになっておるんで、やっぱこの左の2キャラがかなり強めになってるのかなと思います。でまあ1日経ったらね、見るものといえばパワスポですね。かなりね、そう、こう見る限りでもいろんなキャラが使われてますよね。例えば高校こういうキャラ、トキトー君オンリーですよみたいなパターンもありますし、他にもまあ高校こういうキャラ泉谷ちゃんだけで大丈夫ですよってパターンもあるし、正直ね、固まってないのが現状なんで、この評価っていうのはいつでも覆りますね。まあ 4キャラ入れるよってパターンもあるんですけど、もちろんだから引けば引くほどいい。なんでね、あの2体とも低いレベルだけど持ってるよって人は、そのまあレベル解放を進めるっていうよりも、まあ新しい3体目を手に入れるっていうのが全然いいと思いますね。あ、こういうキャラですね。こういうキャラ、こういうキャラを2体しか持って2体持っててんで、3体目ガチャ券で3体目を引くか、レベル上限解放に当てるかってなると3体目を当てる方が絶対いいと思います。って感じで固まってない状態で、正直ね、まあガチャ券取っておくっていうのも一つの手ではありますかね。一応ね、大逆転っていうか、物重君最強ってなるかもしれないですし、泉谷、最初は使われてたなってパターンもワンチャンあるかもしれない。ワンチャンですよ。うん、ないと思うけど、あると思うんで、取っておくっていうのもあると思います。うん。環境がある程度、その固まってきて、あ、もうこいつ絶対使うよねってキャラが出てれば、そこで引くっていうのもありだと思うんですけど、現状で言えばまあ、うん、なんだろうね。うん、パワースポ見る限り、虹谷絶対使われてんなぐらいの印象しかないな。だってさ、この両通さんさ、だってさ、トキトー君オンリーで更新してんだぜ。まさかのキングアーサー使ってたぜ。わかんねえよ、もう。わかんないんですけど、ここら辺がどうなるのかってなってきますね。まあね、でも、とりあえず、高校こういうキャラ引きたいんだ。この高校、サイキッカ高校楽しく遊びたいんだって人は、まあ、ここねを引いてって感じなのかな。まあ、代用はまあ、そうだな。ここね引いて、フレンドで泉谷借りたら強く使えると思うんで、正直代用はまあここねはまあ効くっちゃ効くんですけど、でもここねが強すぎるんで代用と言えるのかって感じではあるんですよね。泉谷に関しては完全に代用が効かないんですけど、35レベルで持っておく分には少しここ心もとないっていう意味でここねにしてるだけなんでね、うん、そこら辺はまあ本当に人によるあたりなんじゃないかなと思います。ということでね、ちょっとかなり寝起きなんですけど、喋ってまいりました。ということで次の動画でしょっぱべい。